猿之助の兄さんのわびろを生で受け入れたのはすごく嬉しかったですね。はい、父生おしまいですは結構衝撃的だったんですけど、ナンコさんはあのずっと踊ってましたけどね。やっぱり仲間でもありライバルでもあると思うんで。マイナビニュースをご覧の皆様、市川染五郎です。市川ダンコです。そうですね、ズーム歌舞伎やじきたは狭き門より入れという、舞台が原作になってまして、まあ過去4作品やじきたは、あるんですけれども、初めてこう映像っていう形で作られたやじきたで、またその中で自分はモンタロっていう役で出演してはいるんですけれども、今回のやじきたで不良になってしまって、だいぶ過去の作品とは違うビジュアルに、なっているところが、過去のやじきたをご覧になっている方からしたらすごく驚くところじゃないかなというふうに思います。自分は、五代正之助という役をやらせていただいておりまして、同じ不良になっていて、でもふとした場面で素直な部分というか、これまであのちゃんと侍だったっていうしっかりとした部分がその隠しきれないというか、そういう役柄でもありますので、そういうところを楽しんでいただけたらなというふうに思います。猿之助の兄さんのわびろを生で受け入れたのはすごく嬉しかったですね。自分も父のおしまい、生おしまいですは結構衝撃的だったんですけど、あの猿之助さんの時現場を受けてたのに、あのおしまいですの時シーンってしてて、ちょっとなんかちょっと複雑な気持ちだったんですけど、初めて会ったのは多分自分が小学校3年生ぐらいの時なんですけど、そっからキャラクターが変わってないのがすごいなと思います。とにかく明るいので、自分とかは結構ちっちゃい頃は割とやんちゃだったんですけど、大きくなるにつれて割と人見知りになってたんですけど、全然ちっちゃい頃から変わってない、変わらず明るいのがすごいなって思いますね。染五郎さんは確かにあの初めて共演させていただいて、国立劇場でちょっとおふざけしてる時よりかは、なんで僕だけ今もふざけてて、一くんちょっとってなってんだろうって思う時ありますけど、でもあの絶対ふふって笑ってくれるので、その心の奥では多分そういうこと好きだと思うんですけど、でもそうですね、表はすごいクールですけど、中はやっぱりちょっとそういうこと好きな一面もあるのかなっていうイメージです。そうですね、なんかズーム歌舞伎の撮影の時もダンコさんはあのずっと踊ってましたけどね。曖昧に不思議でそれを黙って見てました自分。まあ、今っていうか、まあずっとではあるんですけど、まあ、音楽聴いたりとか、あと映画見たりとかは好きで、まあ、でもそういうところからもやっぱりなんかこういうものをこう歌舞伎に取り入れたら面白いんじゃないかなとか、この作品を歌舞伎化したらどうなるんだろうなっていうような見方をしてしまうんですけども、でもなんかそれがすごく楽しいですね。いろんなところからインスピレーションを受けるのがすごく楽しいですね。自分はすごい K-POP ハマってるんですけど、同じであのやっぱりいろんなダンスからこれ歌舞伎に活かせるんじゃないかなとか、舞踊になったりするんじゃないかなっていうのをあの見るのはすごい好きです。想像がつかないですね。なんか歌舞伎以外のことって考えても、エンターテイメントに関わるものというか、何か表現するっていうものしか浮かばないので、完全に歌舞伎と切り離してこの仕事っていうのは思い浮かばないですね。たまに、まあ、K-POP やってみたいなとか軽く思うことあるんですけど、しっかりちゃんと自分が一生やりたいなと思う仕事は、歌舞伎以外ないですね。歌舞伎の中、歌舞伎のお役の中の話でもそうですし、また歌舞伎以外の作品とか、なんか映像の作品とかでもそうなんですけど、自分の中での一つの挑戦だと思って、いろんなジャンルのお役をやりたいなっていうふうに思ってます。映像とか、まあ、歌舞伎以外の舞台とか、すごく興味ありますね。まあ、若い人にその歌舞伎に興味を持ってもらえるような、そういう芝居はしたいなっていうふうに思います。一緒にこれからいろんなことをやっていく、
人だと思うので、やっぱり仲間でもありライバルでもあると思うので、まあ、切磋琢磨しながら刺激をし合いながら受け合いながら一緒にいろんなことやっていければなというふうに思ってます。ズーム歌舞伎やじきた、 Amazon プライムビデオにて独占レンタル配信中です。ぜひご覧ください。